ケラピレ経済社会理事会議長ご列席の皆様日本国外務副大臣の鈴木孝子です最初にロシアによるウクライナ侵略に言及させていただきます今般のロシアによるウクライナ侵略は力による一方的な現状変更の試みであるとともに国際社会の秩序を根底から揺るがす暴挙であります断じて許容できず厳しく非難をいたします 国際秩序の根幹を守り抜くため引き続き我が国は国際社会と結束をして断固として行動していく考えです2030年までの SDGs 達成に向けて折り返し地点に入りつつありますが取り組みの遅れが深刻に懸念をされています発生から2年以上が経過した今も猛威をるい続ける新型コロナ感染症はまさに人間の安全保障に対する危機です 2月に UNDP が特別報告書で提唱した通り従来の人間の安全保障の柱である保護と能力強化に加え各国が連帯の精神を持って強調して対処することが不可欠です連帯の精神のもと日本は特に保険と気候変動の分野に力を入れています日本はこれまで誰一人取り残さないとの考えのもと ユニバーサルヘルスカバレッジの達成に向けた取り組みを主導してきました気候変動への対応においても日本は昨年6月今後5年間で官民合わせて600億ドルさらに COP26 でも最大100億ドルの追加支援の用意がある旨また2025年までの適用支援の倍増を表明しました途上国の債務持続性も重要です 2020年11月に G20 で合意をされた共通枠組みに沿って官民すべての再建者が透明性を確保した上で適切な措置を速やかに実施していく必要がありますさらに開発資金のギャップの正確な把握と具体的な対応が必要です新コードナーを含むすべての供与国から 途上国への資金の流れを幅広く把握する枠組みへのすべての国連加盟国の協力を呼びかけます2030年まであと10年を切りました新型コロナ危機からのより良い回復を遂げるため日本は本年8月のティカットエイト等の機会も通じ国際社会への取り組みをリードしてまいりますご清聴ありがとうございました